Привет всем, как дела? はい、皆さんこんにちは。陽一です。じゃあ今日はロシア語の簡単な挨拶を教えていきます。まずはですね、こんにちは。Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. 日本語だと、ズ、ド、ラって全部母音がついてると思うんですけれども、日本語とロシア語の違いは、日本語は全てに母音がつくんですが、ロシア語は子音で、ゼ、デ、エル。ゼ、デ、エルにアがついて、ズドラ、ズドラ、ストビチェっていうふうに発音します。なので、ズドラ、ストビチェではなくて、ズドラ、ストビチェ、ズドラ、ストビチェっていうふうに発音しましょう。で、これで街を歩くときはね、短縮して、ズラスチェ、ズドラスチェ、ズドラスチェっていうこともあります。まあ、日本語で言うと、何ですかね。こんにちは、こんにちは、ありがとうございましたみたいな、そんな感じですね。ズラスウチェ。まあ、普通に言うと、ズドラスウチェ、ズドラスウチェです。はい。じゃあ続きまして、一番大事な言葉は、ありがとう。ありがとうは、スパシーバ。スパシーバ。スパシーバ。ですね。これも、スとパ。まあ、カタカナにすると、スパシーバなんですけれども、でも、このスとパ、この S にパがついて SPA なのでスパースパー、これも母音が一つです。母音が一つでスパースパシーバーで、 C は C じゃなくて C ですね。スパシーバースパシーバースパシーバー、はい。で、アクセントのないO、スパシーボーOって書くんですけれども、アクセントは E についてるんで、アクセントのないボはバになります。なのでスパシーバー、スパシーバ。はい。続いて、これに対する返答ですね。まあ、ありがとうって言われたら、どういたしましてって返しますんで、どういたしましては、パジャルスタ。パジャルスタ。パジャルスタ。で、パジャルスタは、もう一つの意味としては、どうぞっていう意味もありますし、お願いしますっていう意味もあります。なので、例えばメニューで、このボルシ、ボルシチ、パジャルスタ。得たって、まあこれなんですけど、得たパジャオスタっていうと、これをお願いしますっていう意味になります。し、まあスパシーバって言ったら、パジャオスタっていうと、どういたしましてっていう意味になります。とても便利な言葉なんで、ぜひ覚えてください。で、次はですね、ズドラストビチェっていうのは、どちらかというと、こう、フォーマルな言い方なんですけれども、友達とか、まあカジュアルな関係の中で、挨拶するときは、みんなこう言います。プリビエット、プリビエット、プリビエット、プリビエット。プリビエットですね。はい。で、コツはですね、このリのところにちょっと巻き舌をするってことですね。プリ、プリ、プリビエット。で、ビエットは、V ですね。V、V なので、ウに点々みたいな感じで、ね。プリビエット、プリビエット、プリビエット。はい。プリビエットっていうと、もう本当にカジュアルな感じで挨拶するんで、まあ同年代だとか、カジュアルな感じだった時には、普通にプリビエットって言いますね。はい。で、プリビエットに続いてよく言うのは、カクジラ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 。カクってのは、how、まあどのような。ジラってのは、まあことごととか、調子とか。だからどんな調子、調子はどうですかっていう意味になります。なので、プリビエット、カクジラでセットで覚えてください。プリビエット、カクジラ、カクジラ。で、カクジラは、まあ、フォーマルな相手にも使えます。各自は。で、これに対して返答が、ハラショー、ハラショー。ハラショーってのはグッドって意味です。ハラショー。で、これも、綴りで書くと全部、ホーローショーって書くんですけれども、最後のショーにアクセントがあるんで、その場合には、ホーローじゃなくて、ハラショーになります。はい。ハラショー、ハラショー。で、ラをしっかり巻き舌で、ハラ、ハラショー。で、ショーは、ここは普通のショーじゃなくて、口を丸めて、この下の奥から、シュッと音出します。ハラショー、ハラショー、ハラショーです。で、さっき言い忘れましたけど、パジャオスタのパジャも、ジュッていう口を丸くした音で、パジャオスタって言います。パジャオスタ、ハラショー、ハラショー。はい。では最後に、さようなら。さようならっていうのも覚えましょう。さようならは、ダスビダニャ。ダスビダニャ。ダスビダニャ。だというのは、何々までという意味ですね。で、スビダーニエ。
で、だがつくとスビダーニアに変わるんですけども、スビダーニアっていうのは出会いとか会うことを意味します。なので、ダスビダーニアっていうのは次会う時までっていう意味になりますね。なので、ダスビダーニア、ダスビダーニア、さようならですね。で、もう一つ、ダスビダーニアはまあどういう相手でも使えるんですけれども、さっきのそのプリビエットみたいなこのカジュアルな感じで使うときは、パカって言います。パカ。パカってなんかちょっと可愛い感じしますよね。パカ。パカ。まあ、時々女の子なんかは2回言ったりしますね。パカパカ。こんな感じで、はい、挨拶してみてください。なので、カジュアルな感じで言うと、プリビエット、カキジワ、ハラショー、パカ。そんな感じですね。はい。最後までありがとうございました。これからもどんどんロシア語表現、紹介していきますんで、よろしくお願いします。